牛からのライ豆に似た形の種子です。地面に植えるとホルスタイン牛の子供に似た形の植物が発芽し、根を張ります。5日から10日経過すると、自力で抜根し、通常の子牛よりも数倍早く成長します。不機通。ゴルゴタの丘で、と題された手書きの楽譜です。楽譜は複数の人間の血液で書かれており、未完のようです。接触した人物は自らを切り裂いた血で楽譜の続きを書きますが、完成できないと言い自殺します。 桜ソメイヨシノに似た樹木です。花びらは泡紅色でガラスのような質感を持っており、縁はカミソリのように鋭いです。また、花びらと木部はあらゆる物質よりも硬く、熱して加工することで優れた武器を作り出せます。発火。沿線性のウイルスです。感染者は1週目には疲労感を覚え、2週目に顔の好調と食欲増加を経験します。 その後、極端な過食症になり、体脂肪率が55%を超えると脂肪に火がつき燃え続けます。か取り線香、常時発光しているドームです。顔的と認識しており、賢光線レーザーで狙撃して撃ち落とします。か、狙撃技術、重火器に関する相当な量の知識を保有しており、対話した人に狙撃技術の指導を行います。電柱。電柱です。足場ボルトの最上段に手を置くと、その状態で硬直します。 硬着状態の人は自身が高い位置にいるように感じます。しかし、現実では位置は変わっておらず、オブジェクトから引き離すと死亡します。再生。蛇の像です。人間が接触すると離せなくなり、あらゆる傷が治る再生能力を得ます。両腕を切断しオブジェクトから分離する実験では、被験者は即座に死亡し、像に付着した前腕部から一日かけて再生しました。髪バスルームです。 午前1時から午前4時の間に一人で入浴していると、天井の開口部から髪が伸びてきます。髪は対象の首筋を締め上げて窒息死させます。この時点で髪から脱出する方法はありません。へいらっしゃい。寿司屋の店主です。二人組で入店すると、寿司ブレートと呼ばれる寿司をコマのように高速回転させる競技の説明を受け、競い合います。寿司には様々な種類がありますが、ハンバーグやラーメンは近畿の寿司とされています。利口。 T55 主力戦闘戦車です。自主性を持っており、攻撃を受けそうになった際、人に操作されているかどうかにかかわらず手法で反撃します。標的をエリゴ好みし、手動で非武装の人に砲撃しようとしても弾詰まりを起こします。